はい、さい皆さん、ご視聴ありがとうございます。キジーです。今日は大海原に冒険しに来ました。今回は沖縄の綺麗な海と生き物たち、そして魚付きの様子をお楽しみください。浅瀬でニモと青ウミガメが優雅に泳いでます。深場に移動する前に岩陰に動く影を見つけました。早速潜ってみます。見事命中しました。開始2分でヘラヤガラをゲットしました。沖縄の言葉でヒーフチャーと言います。口が多くて長いことから英語ではトランペットフィッシュとも呼ばれているそうです。海藻などに擬態する能力を持ってて、今回は1匹で泳いでたんですけど、ハタなど大きめの魚の横にピターっとくっついて泳いでることもある魚です。小骨が多いのでパリッパリに揚げたりして食べると美味しいです。次はサンゴ礁のそばでボリボリお食事中の子を見つけました。遠くて詳しくは分かりませんがブダイです。おっと、刺さりが甘く逃げてしまいました。傷がついてるので諦めずに探します。見つけました。ゆっくり近づいて、ヒット。またも刺さりが甘く逃げられてしまいました。追いかけてみるもすでに遅し。もっと上手くなれるように頑張ります。ここで砂地の方に白い魚が動いているのが見えます。潜ってみます。お分かりでしょうか。高級魚スジアラです。沖縄では赤人と言います。そっと魚に呼吸を合わせ、焦らずに近寄ります。一瞬の隙を見せた時がチャンスです。高級魚スジアラゲットです。42センチの赤人でした。赤人は嬉しすぎてテンションが上がります。ちなみに沖縄三大高級魚、調子のいい日は1キロ8000円で取引されることもある。身に旨味があってすごく美味しい魚です。ちなみに赤人の人は沖縄の言葉でお金のこと、お金になる赤い魚ということで赤人と言われています。海底に60センチオーバーのアヤコショウダイが泳いでいます。途中ブダイに目を取られましたが、アヤコショウダイを探します。いません。別のところから出てきました。ゆっくりとゆっくりと近づきます。残念、警戒心が強く岩の奥へ逃げられてしまいました。今日はカンタワイルドと一緒なのでカンタの量も覗いてみましょう。
水中にカマスの群れを発見。惜しくも避けられてしまいました。続いてイラブチャを狙おうと思ったが、その横に美味しそうな石垣台を発見。狙いを定めて、ヒットしました。グーグーと鳴いてるのが石垣台です。続いてブダイを発見。冷静につきました。さすがです。この子は一文字ブダイ。この青い色が特徴的ですごく綺麗な子です。水っぽい魚なので濃い味付けで調理すると美味しく食べれます。ウニソース焼きがおすすめです。それにしてもカンタも嬉しそうです。ここで魚突きの難しさがわかるシーンです。水中に一匹のブダイがいます。外しました。なんとその差数センチ。本当に難しいです。とここで水中にすごく大きな影を見つけました。皆さん分かりますか？息が上がってるので息を整えます。来ました。本日の主役コブシメです。僕が近づいてきたのに気づき、体色を変えています。ヒットしました。森が曲げられるぐらい強い力で逃げようとします。逃げられないように両手で抱きついています。無事、捕獲することができました。激しい戦いをいくつか終え、ゆっくりと魚突きをしています。水中に一匹のブダイ。ゆっくり上の方から近づき、ヒット。これは抜ける心配はなさそうです。この子も一文字ブダイのメス。たくさん取れて楽しかったです。